ケートロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・インポッシトロールチョイス、何かを選べということでしょう。そして説明文見てください。 2Z or not 2Z that is Z question、 もうわけわかんないですね。こっちがクエスチョンって言いたいぐらいです。それじゃあ早速やっていきますか。何かを選べっていうコース、僕にはとっても不利だと思うんですよね。あ、なんか今日普通のコースっぽいね。ほら、処刑殺しもなんか引っかかんなかったし、今日優しいんじゃないの。今のこのバネも綺麗に回避した感じでしょ。今日は調子いいかもしれない。幸先いいね。ここは Z でいいのかな。多分ね、 Z して下のファイヤー取ると思うんだよな。きっとそうでしょ。まあ、これがトロールだよね。そんじゃこの下のファイヤーフラワーは取ったらいけなかったんだね。そしてここでおう、待って、落ちない落ちない落ちないよ僕は。ナイス反射神経じゃないの。でこのまま右に行けねえじゃねえか。ここは砲台の上に乗った瞬間右に行こうか。多分これでいけるんだよね。さあここでオープンブロックを叩きます。 B スイッチか。うわどうするんだろう。 B スイッチを何かに踏んでもらわなきゃこの右に渡れないもんな。上に行ってみる。こっちは何何で当たったの今。ここに何がいるの。それじゃあここはオープンブロックを叩かないで右の上に行く。多分それで合ってるよね。さあ B スイッチ、あ、下に行けるやん。これは頼む、ゴム兵かなんか出てきて。うわもう上に行くしかないのか。だから何者だ。この場所でジャンプしておけばいいのかな。あ、なるほど、これでピースイッチが手に入れれるっていうことね。ここ上怪しくない。上なんもないか。それじゃあ扉入っていきましょう。何があるんだろう次は。ジャンプ、あっつ。それじゃあこのドア入ったら何もしない。そして下のリフトに乗る。多分それで合ってるんだよね。さあこっからどう進もう。オープンね。あのイエロー、なかなかいい仕事するね。それじゃあこのヨガリフト乗ってすぐ左上にジャンプします。これで合ってる。なんでよ。いや大丈夫。なんで、だからなんでよ。隠しブロックのところはジャンプしたらいけないっていうことだね。なんでこの辺でジャンプ。よしよし。そしてこのファイヤーフラワー手に入れれんくないですか。なるほど、あのリフトに下に出てきてるのか。そんじゃここはリフトに乗って何もしない。この左側に追っておけばファイヤーが手に入れれるっていう感じでしょ。そしてこのまま上に行こっか。でこの氷ブロックを溶かして下に行く。多分これだってる。うわチビで行ってみる。チビで行ってみようか。なんかそんな予感がする。最近そんなね予感が当たるんだよね。さあ行きますか。ここはもう無理じゃね。この下気になるな。スピンジャンプで行ってみます。あ、行けた行けたよ。でこの状態で一番右まで行って、どこいるの、どっか連れて行か。あ、でも中間ポイントの音が聞こえたよ。多分大丈夫、合ってる。ただどこにいるか今マジで分かんないんだよね。そんなとこいたの。さあこっから始めていきますか。チェックポイント1無事ゲットできましたね。いや土管ありすぎやろこれ。どうすればいいのよこれ。右入れる。入れんじゃねえか。一個一個全部入れたらなかなか厳しいけどね。多分ここで合ってるよね。上のパウが普通正解だと思うでしょ。でも僕は下が正解だと思うんだよな。はだこれ上に渡ってったらどうなるのかな。ちょっと登ってっていい。うわ登れねえし。じゃあもうこの土管しかないんだね、残された道は。じゃあ早くあのハテナブロックを叩きます。いや合ってる合ってる。叩いてすぐ右に行けばいいんだ。なんであのハテナブロック走って叩くのが正解だよきっと。はい。それじゃあここはパウが発動してから右に行こうね。多分これで合ってるでしょ。そしてこのキノコ取れんのかな。取ります。何左追いかけすぎた。次はちゃんとこのキノコ取るよ。左に出てきたでしょ。でこのキノコを取ってここ足場が見えるんだよな。なんで一旦下に降りて下から土管に入る、そういう感じじゃないの。うわ入れんね。えどうすりゃいいのよここ。あ、この場所にリフトがあるのね。そして上から土管に入れっていうことか。さあ進んでいきましょう。ここ下怪しすぎない。でも下罠だと思う。たくさん引っかかってきたからね。でここのハテナブロック叩いたらね、ユラパが出そうなんだよな。なんでこのまま右に走っていきます。そっから出てくるなんて聞いてない。じゃあここはハテナブロックを叩いてすぐ上に逃げろ。そしてこのネットをかぶってこのブロパを上にやれと、そういう感じだね。
で、上に行けばいいのか。この音符怪しくない？ちょっと叩いてみようか。風船いるよきっと。よし、もう引っかかったと思いました。引っかかってんじゃねえか、十分にも。じゃあここはさ、ドッスンをまず上にやっておく、そして風船を取る感じでしょ。そしたら右に行けるんだよね。よしよし、合ってるよ。で、鍵はいるのかな。どうしよう、鍵取らないでこの状態でドアに入ります。多分これが正解。ほら熱いよ、絶対こっちで合ってるよ。鍵取らないと下に落ちてたもんね。そしてこのまま上に行ける感じから上に行ってみますか。何があるんでしょうか。頼む、正解で合ってくれ。熱い、こっちがあんだろ。なんそれ。じゃあ上は罠だったんで、このドア入っていきますか。さあ第2チェックポイントも無事に取れました。で、ここでキノコを取って、キノコ2個出てきたね。いや、ダブル罠。どうしようもねえじゃねえかこれ。それじゃあここはキノコを取らないで先に進めっていう感じだったね。さあ上にブラパが待ち構えてます。これオンオフ叩くのかな、どうなんだろう。叩かないでもいけるんじゃないの。ほら、どっちでもいいっていう感じだったんだね、きっと。うわ、叩かない、ゲンクス。上にパンをすることによってオンオフが変わるって書いてるで、これ戻ったらやり直し聞く。ほねー、ありがとう。それじゃあここはパンをしたらオンオフが変わるみたいな、そんな感じかな。うわ、待って、危ねえ。なるほど、これで変わることができたんだね。さあ次に進みますか。どんなんだろう。うわ、溶けそうが出てきたよ。結構今日なんか罠が出てくるまでに猶予があるよね。さあここで、あー、大丈夫。え、これで合ってんじゃないの。ナイス罠、ママに助けられましたね。こういうことがあっていいんでしょうか。あ、しかももうゴールがあるじゃねえか。これ下から行ってみる。上から行ったらどうなるんだろうね。きっと上が正解。それじゃあここ下からはダメっていうことが分かったね。結局上から行くしかないよね。右の方から行くとか、そんな感じかな。もう分かったよ、きっとあの砲台を避けなきゃいけない、そういう感じでしょ。そして上から行くんじゃないのかな。なるほど、ここで B が出てくんのね。そして下から行けると、そういうか。おお、それはないでしょ。それじゃあもう引っかからんよ。ここで砲台が落ちてきて、あの B 風船を出してくれるでしょ。そして下に行って、あの花が出てくるの待っておく。よけるね。それじゃあ次はきっちり行こう、ゆっくり行くよ。今陰に隠れておこう。よしよしよし、これでまたお前か。いや、このコースマジで笑わせに来るね。いや面白い、結構好きだよこういうの。さあ次は2回避ければいいよね、絶対それでいけると思う。今度こそゴールでしょ。で、もう1回振ってきて次にいける、そういう感じでしょ。ダメ、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあトロールコースがね、ちょっと終わるの早かったんで、このコースやっていきたいと思います。ファイナルチャンピオンズロード、このコースをクリアして僕はチャンピオンになりたいと思います。何のチャンピオンかって、なんだろう。それは皆さんが決めてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率はね 1. 点ちょいぐらいだったから、そんなに難しいっていうわけじゃないと思うんですよね。そしてふわふわ経過、ここ下に降りるでいいんでしょう。さあスターの部分、ここサムネの部分だね。もうチャンピオンになったんじゃない、もう。もうチャンピオンになった気分だよ今の場所いたら。あ、1の1っぽいねここ。アイテムあんのかな、どうなんだろう。ちょ待って、クリボーにやられそう、まず。チャンピオンらしからぬクリボーにやられそう。で、ここでバネステージを持ってきましたか。このバネを乗り継いでいきましょう。さあ次は何が待ち受けてるんだろう。ハンマーブロスか、あのハンマーブロス避けるのめっちゃきつくない。なるほど、この下を狙っていけと。待って、届かない、踏んでいけっていう感じだね。なかなかうまいんじゃないですか。で、ここでクリボー地帯だね。クリボー踏んで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 、うまい。なかなかいいキャラ操作だね、キャラコンっていうのかな。じゃあここは右のハテナに乗りついていきます。うまい、なかなか調子いいよ。で、ここを右に、いいんじゃないの、これワンチャン一発クリアっていう可能性あるくないですかね。ここで魚を踏んでいきます。
わ、これどうやって行けばいいの。なるほど、どんどん上に行けっていう感じが、うわ面白いねこのコース。ただなかなか難しい。早く上の巣から出てきて、早く早く早くよしよし、ここ右にダッシュしていいのか。ただまで届いて、なんで間もないのあ、こっからプクプクをさ、こういう風に大量に出していけっていう感じだったんだね。かわいいね、ここまでプクプクがいたら。さあ一緒に行きましょう。どこまで連れてってくれるんだろう。プクプク大丈夫、早く右に陸地が見えないよ。大丈夫です、ちょっと左に戻る。頼む、もうプクプクいねえじゃねえか。読みがない、魚の読みがありません。このまま右に行けるのか。頼む、やったギリギリなるほど、ここでリズムゲー持ってきやがった。ちょっと集中していいかな。ちょっと待ってね。タン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 、よし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 中間ちょうだい、中間ないのか。ここで、あ、終わったっぽいよ。 You are a スーパープレイヤー、ありがとうございますこれでゴールでしょ、きっと。こっから何か罠とか仕掛けてないですよね、ケントどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。このコース名も読むことはできないんですが、説明文に新技能って書いてるんですよね。っていうことはですね、このコースをやると新しいスキルが身につくんじゃないかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきましょう。多分ね、あのパックンを倒すだけでいいと思うんだよね。あー、やっぱりね、のびのびパックンを一体倒してからゴールって書いてるね。ということはこのパックン、あ、下に降りてきてくれるんだね。っていうことはこれも踏めばいいだけなんじゃないかななかなか当たり判定が広いじゃねえか。いやでも結構ギリギリで踏めるよねこのパックンって。ちょっと試してみていいかな。ギリギリこの辺、あだじゃあヒッポドロップで少しずつ行ってみようか。そっちの方が多分安全だよ。ここここ、あ、やっぱり踏めたね。っていうことはもうヒッポドロップしてこのパックをもう倒していけばいいだけじゃないのかな。新技能ってまずなんだろうね。これで終わりでしょ。終わっちまったなんかすみません皆さん、こんな早くに終わらせてしまって。サムネにもしてると思うんですけど、ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、いやちょっと待ってこれで終わるの申し訳ないんで、ちょっとした豆知識をですね皆さんに教えしたいと思います。実はね、こののびのびパックンってヒップドロップするじゃん、そしたら2回踏んだ効果が得られるんだよね。ちょっと見てて、今あんくらい引っ込んだでしょ。普通に踏むだけだったらあんまり引っ込まないんだよね。ちょっとヒップドロップキャンセルしてやってみるね。ほら、あんくらいぐらいしか引っ込まないんだよね。なんでヒップドロップして当てるのとヒップドロップキャンセルして当てるのじゃ倍の効果が違う。まあこれ前の動画にも言ったと思うんですけど、なんでね、このコースの簡単なクリアの仕方っていうのは、最初にヒップドロップキャンセルをするじゃん、そして次にヒップドロップするのが一番簡単なんだよね。ということで、こんな感じでいいですかね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。